さあそれでは引き続きレッスン11ですけれども、今日は52日目ですね、レッスン L11 の T の7のところを上げてみてください。問題の的を相手から外すというところなんですけれども、これはですね、問題意識を相手に直接与えてしまったら反射的に心は閉じてしまいますよね。だからこそ引き出すというね、手法を取ってたんですけれども、ここはね面白いんですよ。実は相手にバレないように問題意識を与える手法なんです。実際は与えてるんですけれども、本人は与えられてると気がつきません。面白いでしょ、ね、それが問題意識の的を相手から外す。さあちょっと読んでみますね。このスキルは問題を相手に直接突きつけるのではなく、話して自身のこと、つまり、ね、これであれば私のことです。私が昔そうだったんだ。例えば遅刻ばっかりしている部下を叱るときに、お前何遅刻してるんだ、ね、そんなことしてると信頼関係失うぞって言ってしまうと正しいんですけれども、跳ねつけられてしまいます。これを私の話にしたら、ああ僕もね君ぐらいの時によく遅刻してたんだけれどもね、気がついたらねみんなからソース感になってて、もう信頼関係全然なくなっちゃってたんだよね。どうですか、否定できますか？否定できないんです。なるほどなるほど、あそうか、遅刻ばっかりしていると問題、信頼関係失ってしまうのかっていうふうに相手は問題意識を抱いてくれるんです。これすごいですね。話して自身のこと、あるいは世間一般のこととして、つまりあなたじゃないよ、あなたの周りにこんな人いませんか、あるいは世間一般だとこんな人がいてね、あるいはデータに基づいて、こんなことが起こってるよ、全部否定はできません。私に言われてるわけではないですか、そうやって問題意識を相手に同調させるという技なんですね。ここでは整骨院の先生と患者のケースという形で例題になっています。誰に言うんですか、患者の〇〇さん、抱いてもらいたい問題意識は、ね、皆さん、整骨院の先生になったつもりでね、どんな問題意識を抱いてもらいたいか、腰痛を甘く見ていたら大変なことになるぞ、ね、これを相手に認識させたいわけなんです。まずは問題意識を直接突きつけると、まずこれを作ってみてください。ここが大事なんです。いきなりいい答えを書こうと思わないで、まずは悪い方ですね、心が閉じてしまうような言い方をここに書いてみる。さあそして話して自身のこと、私自身のこととして、話してみる。いや実は私もね若い時にぎっくり腰やってしまいましてですね、甘く見ていたらこんなことになってこんなことになって、で、この例題を読んでみてください。そしてもう一つ、それとは別にですね、世間一般として、ね、ドクターとしての知識でこんな患者さんがいたんですよっていうことでもいいですしね、そんなことが、書けたらいいと思います。これは両方必要なのではなく、ケースバイケースでどちらかを選ぶということです。私自身のこととして話すこともできるし、世間一般のこととして話すこともできるということなんです。さあそして次のページ、ね、T の8、これはあなたの現場に置き換えて、ね、その原因にフォーカスしながらやってみてください、ね、誰に、どんな問題意識を抱いてもらいたいのか、あなたの部下、あなたのパートナー、あなたのお子さん、ね、いろいろいらっしゃると思いますけれども、実際に、問題意識を突きつけるトーク、そして私自身の過去の話、あるいは世間一般として、ね、実際にやってみると大いに現場で役に立つと思います。ではどうぞ。これから問題の的を相手から外すに取り組みます。3、問題の的を相手から外す。このスキルは問題を相手に直接突きつけるのではなく、話して自身のこと、あるいは世間一般のこととして話しながら相手を同調させていくという方法です。例、接骨院の先生と患者のケース。誰に？患者の〇〇さん。
抱いてもらいたい問題意識。腰痛を甘く見ていたら大変なことになる。問題を直接突きつけるトーク。〇〇さん、腰痛を甘く見ていたら大変なことになりますよ。完全に治さないうちにまた重労働なんかして、今度再発したら最悪寝たきりになりますよ。話して自身のこととして話すトーク。実は私も若い頃腰痛に悩まされまして、若かったせいで甘く見ていましてね。痛くなったら近所の治療院でちょっと治療してもらって、そんなことを繰り返していたらある日、今までの何倍もの痛みが襲ってきて、布団から起き上がることもできないんですよ。それから完治するまで3年もかかりました。世間一般のこととして話すトーク。厚生労働省のデータによると、なんと日本人の4人に1人が腰痛だそうです。特に介護職ですと、4日以上の休業を要する職業病の割合で一番多いのが腰痛なんです。それだけじゃなく、手術することになったら10日以上入院するケースもあります。費用だって数十万円かかりますよ。自分の問題として突きつけられるわけではないから、話の内容かっこ問題意識を素直に受け入れやすくなるよね。あなたの現場に置き換えて原因にフォーカスしてみましょう。子供や部下の教育、セールスなど何でも OK だよ。誰に？自販機設置の見込み客。抱いてもらいたい問題意識。炭酸飲料を大量に摂取することは危険。問題を直接突きつけるトーク。〇〇さん、炭酸飲料ばかり飲んでいるのは非常に危険です。肥満、病気の原因にもなりますし、一生使う歯にも多少なりとも影響を及ぼしますよ。もし糖尿病になったら治すのは大変です。話して自身のこととして話すトーク。実は私も以前は炭酸飲料をよく飲んでいました。ただ飲料に含まれる大量の砂糖を摂取することで喉の渇きが収まらず、負のスパイラルに。その結果、脳の働きも低下し、イライラ、不安など精神面がなかなか安定しなくて。世間一般のこととして話すトーク。 WHO の指針では、成人1日あたりの砂糖摂取量の目安は 25g ですが、例えばコーラ 500ml で約 57g、 角砂糖約15個分にあたるのはご存知でしたか？この事実を知ると糖尿病のリスクが上がるのは納得できますよね。その他にも脳卒中や腎臓結石なども。2、誰に？部下。抱いてもらいたい問題意識。車で物損事故を起こしたにもかかわらずその場を立ち去ってしまったこと。問題を直接突きつけるトーク。〇〇、お前なんで逃げたんだよ。自分がポールに当たったって本当は気づいてたんじゃないのか。やってしまったことはもうしょうがないが、その後の行動はさすがにまずいだろう。話して自身のこととして話すトーク。俺も2年目の時、お客様のところで物損事故を起こしてさ、正直な話、そんなに大したことないかなと思って言おうか言うまいか迷ったよ。ただ結果的に修理費用が70万円かかったんだ。世間一般のこととして話すトーク。物損事故を起こして危険防止措置を行わなかった場合の刑罰は1年以下の懲役、または10万円以下の罰金だ。他にも後日逮捕、示談交渉の難航、保険が適用されない場合もあるって聞いて正直ビビったよ。もし保険が使えなかったら自腹かな。問題の的を相手から外す
に取り組んでみて、このトレーニングシートで一番ポイントとなるのは、まあ、相手が話を受け入れやすくなる、聞き入れやすくなる、そこが一番ポイントになるところかなと感じました。話して自身のこととして話すトークの方では、まあ、相手に対してあ、この人も同じことを経験したんだな、同じことで例えば悩んでたんだなというふうにその共感を生むことができるかなと感じましたし、世間一般トークの方では客観的事実としてあるので、まあ、より相手に問題意識を抱かせやすいのかなと、そんなふうに感じました。話して自身のこととして、まあ、話すトークの方でも世間一般として話す方でも、まあ、これを実践することによって相手に、まあ、興味を持たせることができ、自分の話に対して相手をグッと、まあ、引き寄せることができる、そんなふうなことができるんじゃないのかなと、まあ、感じました。実際に、まあ、実践する際もロープレーの際でも、まあ、言い方もすごく重要になってくるかなと思うので、よりちょっとこう深刻な言い方がこのトレーニングシートのところでは大事になってくるのかなと、そんな風に感じました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、これからもこの繰り返し反復をすることで力になっていきますから、次回もお楽しみに。